はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。高橋みともです。この動画が3月11日に上がっていると思いますが、3月11日何があったのか、あの日再現してみたいと思います。あ、ただし津波は再現できないんで、それはご了承ください。で、家の中はこんな感じです。ここが本堂あって、ここキッチン、ここが仏間かな、ここも。で、ここが、ちゃん、今までね、客人で、ここが、キッチン、二つトイレで、ここがお風呂場です。本当はもうちょっと時間かければできたんですが、無理でした、時間的に。で、ここに、倉庫が2つあったんですね、当時。ちょっと形がないのは時間の問題でした。で、ここが、自分たちのキャノマルです。ここがお父さんの寝床で、ここと、ここはもう一つ、親と二人で寝てました。で、あの日3月11日、まず中学校の卒業式のため、午前中に行って、帰ってきたのお昼ぐらいかな。お昼ぐらい、この部屋でですね、クックマロを食べまして、食べるんですね。今食べたのを食べて、遊びに行くかと言って、小学校に行きました。ちなみに、これまっすぐ行ったら海の方だと思っててください。で、小学校に行きました。家見えてますが、山越えてあったということなんですね。小学校に着いて、まあ職員室でみんなで話してまして、地震になって、校庭にまず逃げたんですね。津波来るからここより高いところに逃げようってなりまして、時間の都合で再現はできないんですが、まあ美人坂っていう坂を登っていって、途中で見えたんですね。で、津波行ってることがあって、いろいろありました。これが今明かせる、プン氏の、8年前の記憶です。まあ、自分の身は自分で守ろうっていう話です。震災の時の教訓としてね。まあそんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。